見てくれてありがとうございます。22日と25日に六甲山に野鳥観察に行きました。そのご報告です。標高250メートルにあるですね、十輪寺がスタートですね。でこういう十輪寺はですね、西宮にあるんですね。で六甲山はですね、花崗岩が地下深くでゆっくり冷えて固まってできたんですけれども、それがですね200年ぐらいに一度ずつ地震がありまして隆起しましてね、高くなった山です。ですのでね、その断層面は急な坂でまた平坦でというのを繰り返しなんですね。で上にあると平坦になるわけですね。右下の兜山は安山岩でできています。この十輪寺ですけどね、これ西宮にあるんですけれども、まあ大塚なですね、美しい神社ですね。ここからですね、標高500メートルぐらいにあります芦屋の奥池にね続くハイキング道があるんですね。でこれですね、本当に、誰もが通るというよりもちょっと細い道でございます。これずっと上がってきますね。これまだ標高250メートルですのでね、この付近ではルルビタキを見ることが秋はですねできますね。沢沿いの道です。ですので暗くて沢があるのでルルビタキ多いということであります。でここにですね、カラス山椒の、割と大きな木がありましたね。まだ十輪寺の近くでしたが、これとても野鳥が好きな木なんですね。トゲがありますね。トゲトゲしくなってましてね。でもね、なぜかですね、実がついてないんですね。残念でした。唐津山椒。そしてですね、奥池、東おたふく山、さらに上がりますとね、850メートル前後のところでですね、向山神社があります。これね、西の宮でしょ。で芦屋がありましてね、上の方ではまたその西が神戸の方にですね、西の宮になってるんですね。理由はこれ広田神社のその神社の境内の外にある、まあ、広田神社系の神社なんですが、そういうのがあるんですね。ですので芦屋の北側は西の宮の山口町になるわけですね。840メートル、西の宮の市民の人は矢を忘れずにですね、矢を忘れず840メートル、西の宮の神社があるんだということをね知っていたら、でそういう平坦でですね、神戸の住吉の上にある東おたふく山とかですね、芦屋の上の方とかですね、奥池の上とか、でここまで来ると上では、ね、平坦なんですね。だから自動車道も通ってますね。だから高山植物がいっぱいあって、草にいい感じで、草が多いね、笹、熊笹とかですね、そういうのがいっぱい、臭い、草に、草の匂いがする、臭い、草にいい山、臭い、931メートルが最高なんですよ。だからそのちょっと低いあたり840メートルぐらいが横にですね、平坦になるわけですね。先ほど言いましたように、隆起してできた山ですのでね、これはね、住吉駅を上に上がったあたりですね。でこの840メートル前後、本当にね、笹山が多いですね。この辺りの野鳥観察というふうにあります。もう高いですのでね、阪神館、西宮や芦屋、神戸の街並みが展望できますね。こういうねちょっと木が生えてるところがありますね。もう小鳥の声がよくします。すごく小鳥の声がしますね。
群れがね通過するときはですね群れを見ることができますね。でこういう道を歩いてますとですねバードウォッチャーが集まってる場所を見つけたんですね。まあ私は野鳥の会に入ってませんのでねバードウォッチャーが集まるとこをすごく気にしています。やはり専門家の方がですねカメラを向けているというか何かいるわけですよね。それでバードウォッチャーが集まっているところを見つけたんですね。ただこういう見ての通り道が狭いでしょ。だからその手前でですね、野鳥観察目白をまず 見ましたね、まあ、バードウォッチャーの方もね私が後ろでいろんな見てるのは気づいておられましてね目白を見てで大勢の方がね何か見えますかって声が聞こえたんですね。嘘を見ましたと。本当か本当ですと。まあこの松のところ四十からが止まってましてねでまた違うバードウォッチャーを通られました、ね、ここイスカも来ますよと言われました。イスカは私は見てませんけどねイスカも見れるそうですね。シジュウカラが、一生懸命、ね、何かを食べていましたね。でもねうーん松につく虫なのかイスカのように松そのものを食べるのかちょっと見てましたけどね分かりませんでしたね。まあ私もね何度も言いますが45年間野鳥観察したけどこんだけうろちょろするの初めてですのでねまあ素人ですねはっきり言って、間違いも多いですねコメントで教えてくださいね。四十からは松ぼっくりを食べるよとかね、まあ、そうなんだという感じですね。山柄もいましたね。皆さんが見てるのはね何か来てるみたいで狭い道の違う方向を見てるんですけど私は後ろでちょこちょこ動き回ってる鳥を見てるんです。山柄もいました。山柄がヤシャブシの実を食べてましたね。ヤシャブシはですねヒメヤシャブシとヤシャブシは六甲山がですね大阪城築城で木がなくなった時にですね最初に植えたんですね。これね痩せた土地でも生きていけるんですね、窒素を固定するね根粒細菌持ってるんですね目に。だから痩せた土地でも育つんです。コゲラもいましたね。ビンズイもいました。まあ、もうはっきり言ってこの辺いろいろな小鳥がねもうすでに見てるんですよ。ルリビタキのメスもいましたね。住まい場所ですよ。だからこれだけいろんな種類を見たのは私もね初めてですね。嘘も見たんですね。この嘘はね、これ久しぶりです。で、この嘘を見たとこ皆さんがね、こっち来られ、来なさい言われましてね。でそこから見てるんです。この辺りから。アトリーですね、今のね。他の方も一緒に見てますので。他の方も見たと思うんですけど、あとにマヒワも見えましたね。誰か帰られてね、ここに立たれるとよく見えますよということでね、そこに立たせていただいたんですね。
見ての通りヤシャブシがあるから小鳥が来るんですね。この辺はヤシャブシと、まあ、他にも木がありましてね、ヤシャブシの実を食べてますね。もう一つの木はね、山桜みたいなね、実はついてないんですよ。それ止まって地べたに降りるんですね。地べたに降りる木として木とこのヤシャブシがあるわけです。これヤシャブシ、まあヤシャブシ六甲山にとても多いんですけどね、この木のヤシャブシの実いっぱい集まるということは、同じヤシャブシでも好きな木と嫌いな木があるのかなと思うんですよね。エナガも言いましたね。これはあの後ろの方ですね。後ろの木ですけどね。いやーもういろんな、もう これもう私西宮ですよ、これね、西宮、芦屋、西宮、神戸ね、六甲山ホームグラウンドですよね。笹山とか和歌山も最近行きましたけどね、東大元暮らし、こんだけ、これカヤクグリですね。カヤクグリ、これ日本特産なんですね。地味な鳥ですけどね。ね、地味な鳥です。カヤクグリも、ね、これカヤクグリですが、日本特産の鳥です。カヤをくぐって地面に降りる。カヤクグリなんですね。青地も出てきましたね。頭がですね、黒っぽいのがオスで、ね、緑のと黒の混ぜたような、で黄色と茶色い、明るい茶色なのがメスですね。いやもうこれ何種類見たんだろうという感じですね。ホオジロが出てきましたね。これメスですね。メスは顔が白と茶色っぽいですね。じっとね、何を食べてるのかなという感じですけど、深山ホオジロのメスも出てきました。深山ホオジロ久しぶりですね。神戸市の森林植物園、あそこもね標高高いですもんね。もう今これが840メートルぐらいありますからね、まあ、神戸市森林植物園の方が低いと思いますが、兜山にはめっ出てくる兜山のですね、裾がですね240メートルですからね、深山ホオジロはやっぱり500メートル奥行けぐらいを超えないといないと思います。標高をこの主要樹林帯、この六甲山でですね。いや久しぶりですね、深山ホオジロ。オスもねちょこっと出たんでね、写真に切り替えてね、もう一瞬だったんですよね、お見せしています。そしてね、この前淀川の毛馬地区で見た紅マシコ、ここにもいたんですね。今大勢の人見てるんですけど、前に誰かが立たれたんですね。まあそれはよしとしてね、まあ
仲良くやってますよ。こうあのここに立ちなさいって教えてくれた人ですよね。やっぱりみんなね興奮してですねカメラを持っていかれるんですね。まあいいんです。背中が映ったのはね、人の背中で今私は見ることができましたから。ベニマチコのメスもいましたね。これですね。みんなの背中を見て生きてきましたから。ここもね、ここで立ってみたら見えますよって言われて、ここまでたどり着けたんでね。これベニマチコのメスです。この細道恐るべきですよね。ベニマチコはね地面にもおりましたね。メスがねすぐ飛んでいきましたけどね。まあ この茂みからはっきりもうカヤくぐりに関してはですねもうあまりよく出すぎるんでねありがたみがなくなるぐらいですね。ハギマチコがやってきましたね。あの丸いのはヤシャブシですね。実ですね。好きなんが分かりますよね。ハギマシコ、ハギの花のような胸の模様というんですがね、まあ曇ったりしますとあまり色が出てきませんね。撮影してもやはり光の加減でね全然色が変わって見えます。ハギマシコ、まあここまで来ると嬉しいですね。一体 何種類見たんだろうかとね。いやー六甲山すごいですわ。東大元暮らしです。これ2羽止まってますね。丸いのはヤシャブシです。ヤシャブシ人気ですね。姫ヤシャブシとヤシャブシと2種類あるんですね六甲山にはね。まあ、先ほども言いましたように痩せた土地でも生きるかまずこれを植えた、そして自然が復活したんです。大阪城を築城でですね萩山にあったんですね。大阪城の六甲山牧野富太郎という植物学者がこの神戸に来た時、神戸でこの気温で雪で覆われてますね。違うんですね。萩山でですね花崗岩がね、砂になってですね砂の色だったんですね。それが江戸時代の話ですよ。で明治以降ですねもう死になってですね他の国のですね植林の話しないでもね日本の国内で本当にそういう素晴らしい話いっぱいあるんですね。足元に目を向けなければなりません。まあ私もね今回足元の六甲山は何もいないと思ってですねいろんなとこ行ってますけどね。六甲山恐るべきですよ。はっきり言ってハギマシコですよ。画面で今3羽いますけどね。3羽どころじゃないのこれ、30羽以上が群れで飛んできたんですね。このね、光でよくわからないんですがね、まあ、これも一緒です。このヤシャブシの実を食べた後にまた地面に降りてくるそうなんですね。だから静かにですね隠れて待ってますとね、その地面でしたらこれ空の方に見上げると色があまり分かりにくいですが地面に降りるとですね色が見えやすくなるんですね。はい、
オスのお腹がイチゴ色なんですね、赤色なんですね。ハギマシコで、赤色でない方はメスなんです。赤色な方はオスなんです。だから右側のこれは、オスなんですね。これオスなんですね。赤色でなければメスなんです。こうまるで、ね、お寺にいる鳩のような感じでしょう。ハギマシコそのものを私見たことなかったんですよでもこのたった2日やそこらでハギマシコはいっぱいいる。パッとね、でもね、群れはねどっか飛んでいくんですね。パッと空を見上げますとね、ハイタカがおったんですね。このハイタカもね、ハギマシコの群れをね意識して狙ってるんでしょう。ちょくちょく飛んできましたね。はい、これが来ると群れはバッとどっかへ行きましたね。ああ、ハイタカ来るんですね。いなくなってしまいました。また1時間ぐらい待ってればまた戻ってくると思いますけどね。そんな感じで六甲山で野鳥観察を楽しむことができました。一体何種類の鳥を見たんでしょうかね。また数えておきたいと思います。見てくれてありがとうございます。六甲小鳥の宝庫もう十分に堪能することができました。東大元暮らし、まず足元からしっかり見つめて生きていこうと思いました。これからもよろしくお願いします。Thank you.